桜並木が若干ピンクかってんじゃないの。トモチャンネル、ついに4月4日岩手競馬2021開幕ゲットしましたよ。クリアファイル、プレッツビアンカ、令和3年度の岩手競馬の開幕を宣言いたします。全然カットかけない続きまして、気象を代表いたしまして、岩手県競技会主催会長村上志郎が旗手宣誓を行います。そう、聞こえないじゃない。セレモニーが終わりました。ちょっとね、しのぶさんの声が通らなかったマイクに。さあ、ここから始まる岩手競馬2021開幕に合わせてお祭りでございますので、豚汁です。さあ、閉幕週いきなりの重賞レーススプリングカップ M2 3歳戦線が動き出します。はーい、あきらすいません、聞いてたのでー、競馬やるの、まずやらないね。やります。あ、いいのよ、やったことはある。競馬やったことあるの。あ、やったことあるんか。じゃあビギナーではないわけ。そうですね、でも当てたことはないですよ。あ、じゃあまあまあビギナーみたいなもんだね。やっぱビギナーズラックっていうのに乗っかっていきたいなと思ってまして、なので好きな数字、でもビギタンポから名前取ったんで、ビギタンポなんで、はい、1、はい、ビギタンポなんで、なんで、あ、形から 1か。1は来ないよ。あ、でも、そういうことなんだよ。もう1個ぐらい数字もらったら、僕で名前変わったんで、ハットだったんで、1と8と10いいんだよ。8と10、はい、はい、ありがとうございます。ちなみに、もうだからちょっともう強引に入ってこないでもらっていいですか。125の3連打、100円。え、12、何、125、125? 12月5日までなんだけど、なので125の3連単に100円。あれ、もう一人いるな。誰ですか。誰、どこの清水だよ。え、じゃちょっと競馬とかやらないでしょ。あ、ほん、完全なるビギナーですね。あ、じゃあちょっと好きな数字ちょっと教えてもらっていいですか。2、おお、なるほどね。もう一個24。あー、まあまあまあ人気どころっすね。竜の信玄とファイントリック、多分3番4人気、4番人気、5番人気ぐらい。だから本当に来るやつですね、それ。あ、でもそんなつかないよ、これ。来たら、来たら、でも外れたら回収するよ、俺が。回収伺うから、秋田まで。というわけで、2番、竜の信玄は、ここだ、あいだ。フォロミー、このメンコがいいんだよな、グランドね。
あれはこう二三酒漬けがすごいね。どうなんだろうな。キロ台で来てるからね。よっしゃ、さあ、はい、もうスタートいたします。スタートします。私の夢は玉木町のハイパーで行ったこいちゃん竜の神言からの結構広めに流してるやつ。さあ、スタートしました。スタートしました。ほぼ揃いました。今のところね、3年連続で年度代表馬が3歳馬から出てるってことを考えればこのレースから、あ、竜の神言がもう早速花に起こりますね。遠外から外から馬主ってのは誰かわかんないんだよな、あれ。あの服は岩本か、岩本レイだな、岩本レイ268取ってます。あ、グランホロミーガー3番手ぴったりつけております。あ、これはどうなんだろうな、どうなんだろうな、どうなんだろうな。さあ6番、6番俺買ってるっけ、6番俺買ってねえじゃない。いやだね。あ、ほらやっぱ南郷さんがね、南郷さんが怖えと思ってたのよ。南郷風が怖えと思ってんの。人気薄で逃げ先行の客室の南郷風は怖いのよ。さあだいぶまあ上位の方で固まってきたのかな。さあ286となってます。286がまだしぶとく残っている岩本で、さあここで南郷風が続けてくれば暑いけれども、どうだ。218となっています。218、あ、竜の神言強えの、おっと外から一頭来るぞ。いや、もうでもまあどうだ、ちょっと後ろ2番手争えば3頭だ、2番手争い3頭、まあ、グランホロミー、グランホロミーがいる。グランホロミーが意外とあんま伸びないか、もしかしたら違う馬が来るぞ。違う、あ、でもグランホロミーか。2番手争い、2番手争い、2番手争い、外から来い、外から来い、4番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 
は強かったな。余裕勝ちでしたね。もう4コーナー直線入った時はもう抜けてましたから、うん、4番がうわー忍さん2485ってきますね。高松亮、あ、高松亮の馬ね、もう怖かったんで勝ってました。そこからの11と10番1番で9番、白神ロードって何番でしたっけ。白神ロードは9。あ、じゃあ全然ダメだったんだ。白神ロードが3番人気とかじゃなかったのかな多分。よっしゃ。あー、というわけでまあグランフォロミーが今回来なかったですね。まあ、プラス体重で仕上がってなかったっていうのはあるけども、仕上がったとしてもちょっと龍の信玄とは差があるなという感じなのかな。ちょっと残念ながら、残念ながらなのかわからないけど、ただまあ龍の信玄はやはり今年の主役候補としてのパフォーマンスでしたね。強いわ。いやー、まあこれが見れたっていうのは多分今年のね年度代表はかなり候補に近づいたんじゃないでしょうか。うん、今3年連続3歳馬なんですよ。そうですね。サイアップン、ヤマショーブラック、フレッチャビアンカってきたんで、今福、いやー、おーどう、大プラスじゃないか。おー、おいしそう。ありがとうございます。200円買ってましたので、1000、まあ、900円ぐらいですかね。よかったよかった。まあ、これからね、まあ、今日開幕したんで、でね、こっから熱い戦いが、1月まで続きます。それではまた、引き続きチャンネル登録お願いします。皆さんも、競馬、競馬場にね、ぜひぜひ行って、生で観戦すると、より楽しいので、ぜひぜひ足を運んでみてください。これからは日月火開催でございます。それでは、また、よろしくお願いします。ありがとうございました。